今日はですね、高岡忍者の棟梁八田さんにですね、ちょっとインタビューさせていただいているということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。八田さんは今どういったことをなさってるんですか？僕は今高岡忍者という、団体をやっておりまして、はい、それと、八田塾という、うんうん、それは忍者塾なんですね。おお、それも忍者塾。はい、で、高岡忍者は、まあ、新しいコミュニティ、うんうんうん、みんなで助け合ったり、うんうんうん、なんか今の時代だんだんいろんなコミュニティが崩れてきてるんですよね。うんうんうん、そうですね。うん、その中で、うんうん、でも人は一人で生きていけなくて、はい、うん、もうちょっとなんか助けがあったり、うんうん、応援してくれる人がいたら、うんうん、それぞれもっとできることいっぱいあるのにっていう人が、うんうんうん、新しいこう意思のもとで、うん、みんなで手を組んだら、うん、いいんじゃないだろうかと、うんうん、だからそこから忍者集団、うんうん、忍者団っていう発想に至ったわけです、ね。あ、へえ。もうなんかこう、なぜ忍者やったんですか？なぜ忍者やったか。なぜ忍者やったんですか？うん。もともとその塾をやってて、うんうんうん、子供たちに、うんうん、そのかっこいい大人像、うん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 、それを持ってもらいたくて、うんうんうん、なんかこう何の目標もなく、うんうんうん、点数取るのがいいんだと言われながら、うんうんうん、しらけた顔して勉強してる子供を見て、顔してね、うん、これも、まあ、僕自身がその点数取って、うんうん、それを評価に、うん、なんかして、うんうん、そういうことにあんまり価値を、うん、見れなくなってき、うん、てたというか、うん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 、その中でやっぱりどういうふうに生きるかっていうことを、うんうん、もっと多様な、うん、角度から、うんうんうん、要はそこにゴミ拾いに行くのは誰だってできるじゃないですかね、うん、そうですね、うんうん、なんかそういう自分のアイデアとか自分の得意なことで、うん、こう生き生きとこう社会を良くして、うんうん、でなんかそこにいろんな交流を生んでいく、うん、そういうイメージを持ってもらいたくて、で考えてた、うんうん、ふと思いついたのはその忍者ってこと、うん、お忍者やったんですね。ふと降ってきたのが忍者。ふと降ってきたんですね。うん、じゃあ最初は普通にいわゆる学校で点数取れるための塾みたいな、取るための塾みたいなのをやられてたけども、うん、そこからこう方向をシフトしてったみたいな。そうですね。うーん、そうです、はい。僕はニュージーランドっていうところに行って、はい、うんうんうん、まあ、命の洗濯をしてきて、お、命の洗濯、あ、洗濯は洗う方ですね。洗うですね、うんうんうん、自分のこびれなんか汚れ、うんうん、あと疲れ果てた疲労とか、うんうんうん、不安とか、うん、いろんなものをそこで流してきて、うん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 、でなんていうんですかね、あ、もっと自由にのびのび生きていいんだぞと、うんうんうん、誰も縛ってないんだぞっていうことを感じたので、うんうん、へー、ご自身が、うん、そういうものを伝えるたいと、うんうん、で勉強も好きやったんで、うん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 、それを両方伝えていくようなことを最初夢見たんですね。あ、なるほどなるほど。それが、うん、何年前でおいくつの時ですか？それはですね、もう15年ほど前になりますかね。あ、へえ、15年前、うん、その時はワーホリですか、いわゆる。ワーホリの後で、うん、そこでワークビザも取って、あ、ワークも取って、じゃあ2年ぐらいいらっしゃったんですか？全部で3年ぐらいいます。おお、3年、結構永住権も取って。そうなんですか？取れて、じゃあ今戻ろうと思えば戻れると。そうですね、永住権持って戻れます。あ、そうなんですね、うん、そっか。だからなんでニュージーランドじゃなかったん、すまんかったんって聞かれるってことなんですね。ああ、そうなんですよ、あっちがいいんじゃないのっていうのは結構ありますよね、うんうん、ねえ、ニュージーランドすごいいいって聞くし、僕もその、うん、一番下の妹がニュージーランドワーホリ行ってて、で両親がその訪ねた時に、うん、うち父がアウトドアで母がインドアで、結構こう真反対の
両親なんですけど、うん、珍しく口揃えて、うん、あのニュージーランドいつか住みたいって言ってたんですよ、うん、まあそりゃいいとこなんやなっていう、まあ、イメージがあるんですけど、そうですね、まあ、ちょっと2回目になっちゃうんですけども、その、うん、なぜじゃあニュージーランドに住まずに地元富山の高岡出身なんですね。そうですね、うん、はい、戻ってこられたのかっていうところをお伺いしてもいいですか。ニュージーランドは、うん、まあ、そういう意味では日本の閉塞感から抜けた自由感というか、うんうん、その伸び伸び感あったんですけど、うん、何かが足りなかったですね。何か、それ答え出てるんですか。それは、うん、充実感というか、うんうんうん、まあ、先ほども話したんですけど、うんうんうん、何か自分を引っ張るものが、うんうん、そこにはないというか、うんうんうん、結局そこで自分がただ気楽に楽しく生きても、うんうん、それは自分の本当にしたいことではないんだなっていう、うん、うん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 、だからもし自分が本気で骨を埋めて充実感を感じるとしたら、うん、それはここじゃないなと、うんうんうん、やっぱ日本だなっていうふうに思ったんですね。あ、そうだったんですね、うん、で地元の富山県高岡市に戻ってこられたと。うん、そうですね。それが、15年前にニュージーランドに行っとられたって言ってたんで、はい、やったらじゃあその後戻ってこられて結構こう期間があるじゃないですか。そうですね。その間はこうどういったことなさってたんですか。その間はですね、うんうん、まあ塾で受験生を教えたりとか、うんうん、あ、塾の先生やられてたんですね。そうですそうです、うんうんうん、まあ、一生懸命あの生徒にどうやったらまあ、勉強が分かるようになって、うんうん、楽しくなって、うんうん、自信を持ってもらえるかとか、うん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 、そういうことを一生懸命考えて試行錯誤してやってましたね、はい、なるほどなるほど。その中でさっきおっしゃってたこう点数取るのってなんか何年のと子供たちは別にそれ望んどらんなと、うん、思って忍者塾に至ると。そうですね、うんうん、まあ、そこの経緯もまあいろいろあって、あ、ぜひお伺いしたいです。うん、最初は、うん、ちょっと商売的にもうまくいかなくて。あ、もう一人で個人経営塾をやられてたんですか。そうですね。あ、へえ、そうなんですね、はい、そうそう、そっかそっか、うん、まあ、なかなか難しいですよね、一人でってなってくると。うん、まあその辺があまり上手じゃなくて、うんうん、まあもう仕事せんなんなと、普通に勤めに行こうかなと思ってた時に、うんうん、でも他のやり方しとる人おるよなと思って、うんうんうん、なんかそういう人に会いに行ってみようと思ったのは一つきっかけですね。へえ。どっちかというと自分の理想をどう形にするかっていう、自分の中で完結したものをどう出すかっていうところから、うんうん、あ、人の経験とか、うん、人のやってることを、うん、学びに行かんな、まだ、うん、うん、見に行ってみようと思い立ったのが、うんうん、その時。ほうほう。それ富山帰ってきて何年ぐらいですか。そうですね、そんな遠くではないので10年ほど経ったことですかね。もう富山帰ってきてから10年後に、うん、そういうふうに思われて。そうですね。実際誰かに会いに行ったんですか。ああ、そうですね。最初はやっぱそういう自然体験活動、子供遊ばせたりしてる先生のところに。うんうん、ちなみに具体的にどこになるんですか。早川先生っていう人が、子供いたずら村っていうのを、ほう、富山でいうそういう自然体験教育の走りみたいな、ずっと前に。へえ。からやってる。富山で。そう。へえ、早川先生。僕の小学校2年生の時の先生の名前と一緒や。え？でも多分違うと思うな。違うかな。きっと違う。男性ですか？男性です。あー、違った。そうなんですね。そう。その人のとこに行って、うんうん、まあ NPO をやられたり、うん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 、いろんな活動をしながら運営されてるのを見て、うんうん、ああまだこんな世界もあるんだと、うんうんうん、いうのを見て、うんうん、なんかこういうことを
もっとやってみたいなと思うようになって、うんうんうん、それが一つこう飛び石を一個渡ったというか、うん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 、世界が一個広がったきっかけでしたね、なるほどなるほど、うん、そういうふうにまあ自分の理想を体現されてる方に会って、まあ、こういうふうにできるんだっていうのをこう感じたというか、そうですね、うん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 、でその後もやっぱりいろんな出会いがあって、うんうん、やっぱ出会いですね、どういう出会いがあったんですか。例えばまあ、建設会社の社長みたいな人だったり、地域おこしを頑張ってる団体だったり、そういうところに行ってみるとですね、うん、昔勉強ができなかった人ほど活躍してるんですよ、世の中で逆転してるんですね。そうなんだ、へえ、うん、面白い。それを見た時になんていうか、自分が逆にそのコンプレックスがあるんですよ。お、どんなコンプレックスですか。要はですね、勉強っていうのは一つのことを自分の中で努力して努力して、うん、マスターしたら解けるんですね、うんうん、すっと解ける、うん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 、だからその経過、要はズルしてるわけですねある意味、うん、まあ、答えがあるものばっかりをインプットしてるみたいな感じですか。そうそうそう、事前に練習しとけばうまく解けるわけです、うん、確かにそうですね。それが気持ちいい、勉強って確かにそう、そしていい点も取れる、うんうん、でもそういう人たちっていうのは、うん、いきなりバーンといっちゃうわけですね、行動力で。ほう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 、うん、で自分が知らなくてもできなくてもバーンといっちゃう、うんうん、それが僕には足りないっていうところが、うん、非常に感じて。へえ、そうなんや。なんかニュージーランド行かれてるからもうなんか怖ってね、そういう力あるのかなと思ったけど、自分では足りないと思ってた。そうですね、絞り出して行っていましたけど、うん、これではいかんと思ってやっぱ行ってましたけど、うん、やっぱそういう人たちに比べると、うんうん、明らかに、うんうんうん、自分は弱いっていうか、その辺が、逆コンプレックスがあって。あ、そうなんですね。学歴高くても何やってんのみたいな、うんうんうん、見られるのは怖くなってくるんですよ。ああ、なるほど。ちなみに、うん、その学歴お伺いしてもいいですか。学歴言うほどでもないですけど、うんうん、筑波大学そうなんですね、の体育なんですけども、うんうん、はい、まあ、地元の進学校へ行って、うん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 、その後筑波大学へ行って。へえ、そうなんですね、うん、確かにそうなんだ。そっかそっか、まあ、筑波大学って言ったらね、こう名門って言っていろんな有名な人も出てますしね。そうですね、うんうん、周りはもうオリンピック選手だらけで。あ、そうなんだ。スポーツで行かれたんですか。一応受験でも行ったんですけど、うん、まあ、半分スポーツでも行ってて、はい、何のスポーツやられてたんですか。円盤投げをやってて。あ、そうなんすね。そうそう、剛腕や。じゃあまあその頃は結構鍛えてて、うん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 、インターハイとか入賞とかしてて。あ、そうなんすね、すごい。そっかそっか、すごい。そこの、うんうん、なんか僕も似てて、うん、何かを自分が持ってないとダメだと、うんうんうん、何でもいいから、うん、何かを成し遂げれる男じゃないと、うん、なんか価値がないというか、うんうんうん、そういう野望を持ってて、うん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 、でそれが円盤投げで、うんうんうん、って言ったんですけど、はい、そういうもう才能の塊みたいなやつが周りがね。ああ、それは確かに体もでかいし、もう、うんうん、ちょっとそこでもまあいろいろズタボロになりましたよ、うん、プライドも。ああ、もうある意味こう挫折というか、うんうんうん、そうですね、うんうんうん、そう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 、なるほど。だから本当に自分なんか伸び伸びと勝敗も関係なく、うんうんうん、なんていうかやってる人とか、うんうん、そういう羨ましいなと思って、そのパワーが自分にないのをずっと思ってたから。なるほど、うん、多分これまあエリートではないけど、うん、エリート病みたいなことなんですよ。僕ちょっと実は分かります。
わかりますか。僕も高校入って、それまで変な話ちょっと勉強しなくてもできちゃったタイプで、なんとなく上位の方いて、おおみたいな、勉強できるキャラみたいな感じだったんですけど、高校入ってやっぱこう振るいかけられたら、急にこう高校の学年の中でこう下の方になって、でもそれからなんかこうなんだろう、まあ挫折して、で浪人してギリギリ大学行ったんですけども、やっぱしより細めの細かいふるいにかけられたんで、周りよりさらに賢くなってて、もういよいよ勉強じゃ勝てないみたいな感じになって、ある意味逃げだったんですよね。僕が1年目終わってワーキングホリデーでカナダに行ったのって、他のやつと違うことしなきゃなんかいけねえなっていう、ある意味ちょっとプレッシャーみたいなのもあった気がします。でもそれがある意味一つこう自分のきっかけになったというか、面白くあるとか自分だけにできることがあるのってすごい、まあ、気持ちが良かったんですよね最初は、こうああカナダから帰ってきた人だみたいな、でどうだったああだった、ね、とか、違う世界見てきた人だみたいな感じで評価してもらえて、なんかおおみたいな、多分そういう自己承認欲求も多分その時は強くて、っていう風に、なんかそっからでもちょっと人と違うことをやるのって面白いなとか、こういう風に見てもらえるんだとか、あと自分の知識が広がること自体も楽しいなっていう風に気づいたのあるなって思ってるんで、すごく今おっしゃってた話ですごいスッて入ってきました。わかりますか。わかります。そうですね、そこでもがく、もがいて、そうえ、なんかすごい順を追って聞けばよかったんですけども、え、大学卒業されて、でその後は就職されたんですか。